MLB ディビジョンシリーズロイヤルズ4、2ヤンキース、日本時間8日、ヤンキースタジアム。MLB レギュラーシーズンでア・リーグの首位打者となったロイヤルズのボビー・ウィット・ジュニア。選手がポストシーズンで不審に陥っています。ヤンキースとの対戦となったディビジョンシリーズ、地区シリーズ、では、1敗で2戦目を迎えました。2番、ショートでスタメン出場したウィット・ジュニア。 選手ですが、5打打数無安打3三振とゼフ超レギュラーシーズンでは打率332でア・リーグ首位打者。対ヤンキースでも7試合で打率367と抜群の強さを誇っていましたが、ポストシーズンに入ってからは14打数3安打の打率214と低迷。リビジョンシリーズに至っては2試合で10打数無安打と、まだ1本もヒットが出ていない状態です。 攻守で相手のチャンスの目をつむなど、守備での貢献は見られ、チームは2戦目に4 2で勝利しましたが、その打防へは、苦しんでるな、調子が悪すぎる、など心配の声が上がっています。